小笠原村は東京都の島所部に位置する村。小笠原諸島の30余りの島々を村域とするが、一般住民が居住しているのは父島と母島のみである。日本の最東端と最南端を含む、父島に残る戦争遺跡村の主要な機能は、人口が最も多い父島に集中している。伊豆諸島の町村と同様に所属する軍が存在しない。 そのため、東京都小笠原村が正式な表記である。日本で唯一、国土利用計画法における、監視区域に指定されている。2010年現在の老齢人口割合は9.2%で、全国の市町村の中で、最も老齢人口割合が低い。逆に、生産年齢人口割合は75.7%で、全国の市町村の中で最も高い。 平成22年度国民健康保険、一人当たりの医療費は157,649円で、全国の市町村の中で最も低い。人口の年齢構成を補正した一人当たりの医療費の指数も0.71で、全国で2位の低さである。父島は第二次世界大戦中、父島要塞として要塞化されたが、 空襲以外の攻撃が少なかったため、多くの戦争遺跡が残っている。村名と同じ名字という縁から、プロ野球選手の小笠原道宏が1999年から2016年2月まで、観光親善大使を務めた。2008年には、小笠原初島返還40周年大使に、辰見拓郎が任命された。東京運輸支局の管内であるため、村内で、 自動車を登録した場合、品川ナンバーが交付される。東京都本庁から小笠原村本庁である父島までは約1 0 0 0トル離れている。沖ノ鳥島から小笠原村本庁である父島までは約1 0 0 0トル南鳥島からは約1 4 0 0トル離れている。また、大陸から遠く離れた海洋島のため固有の動植物が多い。 そのため、小笠原諸島の生物地陸は、ハワイ諸島やイースター島、フィジー諸島などと同じオセアニア区に分類される。八瀬川小笠原村の気候は、向島列島、父島列島北部、西の島では、温帯、父島列島南部、母島列島、火山列島、南鳥島、沖の鳥島では、熱帯サバナ気候から、熱帯モンスーン気候となっている。 大陸から離れているため寒気の影響を受けにくく、同意度の南西諸島よりも、気温の比較さ、年較差の小さい典型的な海洋性気候となっている。降雨については、台風の主な北上コースから外れていること、標高の高い山がないこと、太平洋高気圧に覆われる期間が長いことなどにより、年降水量が瀬戸内沿岸や北海道並みに少ない。 父島は、最寒月平均気温が、摂氏18.1度、最暖月平均気温摂氏28.0度、年平均気温摂氏23.4度、年降水量1296ミ、mm、リメートルである。南鳥島は、最寒月平均気温が、摂氏21.8度、最暖月平均気温摂氏28.5度。 年平均気温摂氏25.8度、年降水量 1053mm となっている。長らく、日本国内で唯一、津波以外の気象警報、注意報が発表されない地域だったが、2008年3月6日9時から、予報が開始された。定数、8人、原因、8人4月26日小笠原村が属する、東部選挙区から選出される。 東京都議会議員の定数は一議席である。参議院東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は、東京都選挙区の項を参照のこと。弱さ小笠原追跡所国立天文台ベラ、小笠原観測局気象庁父島気象観測所、海上自衛隊父島基地ルキャック揚陸艇が、上陸中沖合に輸送艦 国先が停泊中本土と異なる独自の生態系を持つ小笠原の自然に着目した観光が主産業である。小笠原では明治期よりラム酒を飲む習慣があり、村おこしとして村や農業協同組合などが出資した小笠原ラムリキュール株式会社がラム酒を生産している。またコーヒーの木の商業栽培が行われており、日本では他に沖縄のみ。 郵便番号は、父島が100-2101、母島が100-2211となっている。東京都立小笠原高等学校が、笠原丸は、始じま丸小笠原村ーバス村内には、一般国道は通っていない。母島には、タクシーはなく、有償運送のみ。エコツーリズムが盛んで、父島発のツアーが、複数の業者により再行されている。 ありがとうございます。